はい、皆様こんにちは、ニュージーです。私の大好物スコーンをいただきます。開けまーす、開けまーす、しゃくれてます。いい匂いがしますね。おいによし、いただきます。私ね、すごい潔癖症というか神経質なもんで、このご時世コロナありますんで、こういうふうにね、箸を使って掴んで箸でスコーンをいただきます。うま、毎回食ってもうまいね、これ。うん、うめえわ。今日寒いね、皆さん。皆さんいかがお過ごしですか、今日は。うまい、毎回おいしい。おいしい。この前ね、スコーンの棚に、今ね、これやみつきバーベキュー味ですけど、なんかね、この前はね違った味が置いてありました。黄色い、なんかトウモロコシみたいな味かな、あれ。あれ今度食べてみたいね、また別の味。最高です。うまいね、ほんとスコーン最強説。うまい。あ、これね、今日の晩ご飯を私が担当なんで、今日は作りますけど、何作ろうかなと思って、晩ご飯。さっき冷蔵庫見たらね、エビとかね、あとは卵とかキャベツ、トマト、バナナ、みかん、納豆、魚、バラ肉のスライス、もも肉、いろいろありましたけどね。何作ろう今日、何しよう。とりあえずお米炊きますけど、後で。何がいいんだろうね、今日晩ご飯は。最近ね、朝もお米を食います。
少し前までねコストコさんのディナーロールとかね食べてましたけど、最近もうお米はですね、お米、米が美味しい、うん、今朝もね前の晩から解凍しておいたお米をレンチンして1分50秒くらい600ワットで、そして海苔ご飯をして食べましたけど、やっぱ日本人はお米よね。お米最高です。うん、落ちた。3秒ルール。はい、3秒ルール。OK はしょい。うまいね、スコーン。小池屋さん。すごいですね。小池屋さん。御社のお菓子、相当おいしいです。ありがとうございます。いただきます。うまいね。スコーン最高。このピリ辛とまで言わなくても甘辛でもないし、なんか本当バーベキューみたいな味。うまいこれ。最高です。2個食い。うまい。やみつきですね、ほんと。やみつきバーベキュー。うまい。すこぶるうまいです。あー、もうすぐ終わっちゃう。なくなる。もう小さい粒しかありません。おかしい。おしまいです。スコーン最高。ごちそうさまでした。
ちゃんちゃん。